絵本選びは3つの目線で。シャボン玉石鹸プレゼンツ、ハグハグ。ただいま演奏中。1歳の花ちゃんは近頃お話が増えてきたそうですよ。エリママからこんな相談が。本屋さんに行った時にたくさん絵本があって迷ってしまいます。どんな絵本を選んだらいいか教えてください。お答えするのは子どもと保育研究所プロホ所長の山田真理子先生です。子どもたちはなんで絵本が好きなんだと思いますか？お菓子やタオルなどと違って味や手触りそのものが魅力的なわけではありません。お母さんやお父さんに読んでもらうことでワクワクする気持ち、力強い気持ち、優しい気持ちが浮かんできて心が動くことを楽しいと思うから絵本が好きなんですね。楽しく読んであげたいと思います。具体的に絵本を選ぶ基準はありますか？絵本を選ぶ基準は3つあります。1つ目は年齢に合った絵本。1歳前後のお子さんにとっては文字が多くて文が長い絵本は興味を失ってしまいます。お子さんの視野に入る大きさで1ページにある文があまり長くないものを選びましょう。絵本の裏表紙には何歳向けとありますので参考にしてくださいね。2つ目はお子さんが読んでもらいたがる絵本。その絵本を読んでもらうと感じるワクワクやドキドキの気持ちをお子さんが求めていると繰り返し読んでもらいたがります。3つ目はお母さんが読んであげたいと思うお気に入りの絵本。その場合は対象年齢関係なく聞いてくれます。そんなお母さんのお気に入りを見つけてください。絵本は親子のコミュニケーションの一つ、お子さんの興味を感じ取るチャンスなんですよ。たくさん絵本を読んであげたいと思いますね。花ちゃん今日もまたいっぱい絵本読もうね。はい。番組では子育ての疑問悩みをお持ちの出演者を大募集。 TNC ハグハグからご応募ください。